タデグホームロータリー、塚口駅は、兵庫県山ヶ崎市塚口本町一丁目にある、阪急電鉄の駅。神戸本線と伊丹線との乗り換え駅で、このうち伊丹線は当駅を始発駅とする。駅番号は、HK-06。地元では、同名の JR の塚口駅と区別するため、坂塚と呼ばれる場合もある。特急以外の全営業列車が停車し、 特に平日朝のラッシュ時は、停車列車の本数が多い。通勤急行は東駅西各駅に停車する。単式ホーム1面1線と、島式ホーム1面2線、合計2面3線を有する地上駅である。北側にある2.3号線のホームが、島式になっており、神戸本線は1.2号線を、伊丹線は3号線を使用する。 伊丹線と神戸本線のぼりは対面乗り換えが可能である。伊丹線は当駅の構内のみ単線となっており、当駅の北側ですぐ複線となる。かつては伊丹線の線路が神戸本線に対して直角になるような配線であり、ホームも3号線と4号線の2本存在した。また3号線の北側には当初校舎専用ホームがあったが、早々に撤去されている。 各ホーム間は地下道で連絡しており、駅の南北双方に改札口がある。駅中央の地下道には古くからエスカレーターが設置されており、2011年3月にはエレベーターも増設され、北側の改札口付近にスロープが設けられた。トイレは2.3号線ホーム上にある。2000年代後半以降に改修され、多機能トイレも整備された。 なお、かつてはこの付近に、近隣の三菱電機伊丹製作所の社員のみが利用できる通勤専用出口があったが、1991年に閉鎖されている。2019年時の1日平均乗降人員は58,961人である。阪急電鉄全線で12番目に利用客の多い駅である。近年の1日平均乗車、乗降人員数は、 下表の通り、駅北側は狭い商店街が広がる。駅南側も雑然としていたが、1978年に再開発により巨大なロータリーを有したバスやタクシーの待合所が整備され、両サイドには複合商業施設の塚口三三タウンが開業している。伊丹市座も比較的近いため、駅北口には伊丹市 A バスも乗り入れている。 なお、西日本旅客鉄道福知山線の塚口駅とは直線距離で800メートルほど離れているが、当駅の東方で JR 宝塚線が神戸本線の高架をくぐっている。詳細は塚口三三タウンを参照。当駅の周辺には銀行などの金融機関が密集している。南口には阪神バス、甘崎市内線と阪急バスが北口には 痛み市営バスが発着している。また停留場名については、阪神と阪急が、阪急塚口で、痛み市営が、塚口となっている。なお、のついた行き先は、区間便である。また、のついた、路線番号のついた路線は平日のみの運行である。ありがとうございます。